はい、皆さんこんにちは。本日はね、ユナイテッドシネマを前橋で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。刀剣乱舞巡る道天近しはべらう者らですね。これを見てきましたと。アニメ刀剣乱舞巡るのなんかね、そのなんか本能寺の映画があって、それのね前日談を描く完全新作オリジナルストーリーらしいんですよ。まあ、個人的にはねこの前作は見てないので、今回初めてということになりますと。で、チケットはねこちらになります。で、入場者特典ね、これがはいもらえましたと。で、まあ刀剣乱舞ですね。刀剣乱舞はね、個人的に前にね、シネマ歌舞伎で見たのがありまして、で、あとね、今回出てくる登場人物の中の、山ん場切国広ですかね。これ、足利市ですね。栃木県足利市に由来の刀なんですよ。で、これね、展示されたの見に行ったことあるな、ぐらいな感じで、で、その時はね、もう刀剣男子がすごい人気で、ものすごいね、こう、なんか大人気で、なんか、若い女性とか見に行ってたのをね、記憶してますね。まあ、そんなわけで、まあ、とりあえず、個人的にはそのシネマ歌舞伎と、あとまあ山ん場切国広の刀を見たなぐらいな感じです。そんな感じになってますね。で、今回ね、物語、まずね、刀剣乱舞ね、刀剣男子たちっていうのはね、歴史上のその刀ですね。これがその刀剣男子として転生ですかね。なんかそういったなんか、まあ、人の形になるわけですよ。男の子の形になって、まあそれでこう戦ったりするっていう、キャラクターたちなんですけど、まあそれね、多分近い近未来の世界だと思うんですよね。近未来の世界、そこで本丸というところでね、こういった刀剣男子がいて、で、時間速攻軍っていうね、なんか妖怪みたいなね、そういったなんか亡者みたいな連中が、その日本の歴史をね、乱そうとするところに、この刀剣男子がそのね、正しい史実を残すために、そのね、歴史を守るために活躍するっていうね、その時代を遡り、戦いに行くっていう話になってきます。まあ確かにね、前回も本能寺がね、テーマだったんだなって思うように、今回のもね、物語は、あれなんですよ、秀吉の大返しですね。秀吉が行った備中高松城を水攻めにし、で、途中でね、明智光秀を謀反して、その一気に大返ししたっていう、あの時の話ですね。その時にこの刀剣男子たちがね、時間速攻軍たちのこの行動をね、抑えるために出張るって感じですかね。そんな話になってきますね。で、まずね、もともと小田原か何かの戦があって、で、その時にね、山ん場国広が金地というこのね、刀剣男子たちのリーダーみたいな仕事をしてたわけですね。で、そのね、小田原のとこの戦いでもうね、結構大敗してしまったらしいんですよ。みんな負けてしまって、で、その時の心の傷ですね、その心の傷でこの山ん場切国広がその隊長としてね、仕事ができなくなってしまった。ちょっとね、鬱な状態になってるわけですね。で、そこでこのまあなんだろう、主と言われるね、この刀剣男子を全てる人がいるわけですよ。まあなんか天皇みたいな感じなのがその人のね、命令で山ん場切国広がね、まあ本人がね、申し出たとは思うんですけど、山ん場国広のその申し出を受けて、そのね、主が次ね、へしきり長谷部ですね、へしきり長谷部をこのね、金字に据えるわけですね。で、まあその禁止になったのはいいんだけど、まあそれは、ね、すごい名誉なことなんだけど、いまいちね、この山ん場切国広のね、このなんか鬱な状態を見ているので、うん、このままではね、良くないんではないかってことでね、いまいちこの山ん場切国広にね、また禁止になってもらいたい心がこのへしきり長谷部にはあるわけですね。で、このへしきり長谷部は黒田官兵衛の刀らしいんですよ。なんかね、刀剣乱舞見てると、てかね、シネマ歌舞伎もそうだったんですけど、まあ、その自分のね、元の主とのね、因縁の話が描かれるっていう感じですよね。で、この時にちょうど、シネマ歌舞伎の主人公だった三日月宗近ですかね、それが、権限したっていう、そういった状況になりますね。権限っていうのは、その刀剣男子になるってことで、まあ、刀自体はね、平安時代の刀ということで、まあ、一番の長老みたいな感じなんだけど、その刀剣男子としてはまだまだ新人だななんてことでね、そんな感じになってます。まあシネマ歌舞伎の方ではね、その三日月宗近の因縁の話がね、描かれていたわけですけど、まあ、今作ではね、三日月宗近ね、新人としてこう登場する感じですね。で、その代わりこの山ん場切国広やこのへしきり長谷部ですね、この2人が主人公というかね、メインになり物語で進んでいくわけですね。で、まあこの2人というかね、このとにかくこの山ん場切国広のね、自信をまたね
取り戻そうとね、このヘシキリハセベもねこう頑張るんだけど、その間にはね、まあ、あの備中高松城の水攻めですね、あの作戦があったりとかするので、まあ、その中でね、あのなんかね人助けとかしたところをこうまたね、その秀吉軍の人間に見つかり捕らえられたりとかして、自分の元の主人ですね、その黒田官兵衛にこの患者として疑われたりとかね。で、自分の元のその刀ですね、要するに過去の自分ですね、自分の刀との対峙したりとかするっていうところはね、ちょっとここら面白いですよね。刀剣乱舞はね、なんかあの元々の物語がね、この日本の歴史があるので、うん、そこの物語は強いわけじゃないですか。そこら辺の物語とよくできてるというかね、強い IP というかね、そういった感じがあるの で、それに乗っかってこうね、新しくこの刀剣乱舞としての物語が描かれるので、結構ねシナリオとしてはこうなんだろう、しっかりしてるというかね、安っぽくないっていう感じがしますよね。刀剣男子たちとこのね時間素行軍っていう、こうまあ妖怪たちのね変な戦いとかを、まあ、抜きにしても、そのね時代の歴史の背景が見えたり、うん、そういったことがあるので、なかなか面白いですね。で、備中高松城のこの水攻めがありみたいな感じで、まあその間にもね時間素行軍が邪魔をしたりするわけですよ。まあとにかくその秀吉軍が負けるようにね仕向けるんだけど、まあそこでこの刀剣男子たちが活躍して、あのやっつけていくって感じですね。で、その後はまあ備中高松城の話なので、まあその裏でね本能寺の変があるわけですよ。本能寺の変があり、で本能寺の変でね、まあ織田信長が倒れるわけですね。倒れて、それで秀吉と黒田官兵衛がこの一気にあの戻るって感じですね。で、戻ったところでこの明智光秀と戦うって感じなんですけど、でこの物語のねオリジナルなところはこのね、明智光秀がその落ち武者狩りですね、落ち武者狩りに会うんだけど、まあここをねその時間素行軍の力によって、もう強大なね変なモンスターに、ね、化けて、それをまあ刀剣男子たちが戦うみたいな感じになってますね。なので、まあちょっとね、まあ本来ね明智光秀は落ち武者狩りで無残な死に様を晒すわけですけど、結構ね今回のこの話においては、明智光秀はね武士としてちゃんとね正しい形で亡くなることができたということでね、まあそういった意味でもまあいい終わり方したんじゃないですかね。あと、まあこれを見ることによってね、改めてこう日本の歴史もなんか知れるので、まあこの刀剣男子、刀剣乱舞としての物語と、あとこの日本の歴史もね改めて見ることができるのでね、そういった意味でも面白いなって感じがしますよね。なのでなかなかね刀剣乱舞の人気があるのも分かるなという感じがしますよね。まあ、なんとなくねこうなんか女性向けのね美少年物語なんていうと、ちょっと物語薄っぺらかったりとかするじゃないですか。かっこいい男子たちが、まあ、わちゃわちゃして、でなんかかっこつけて悪役をやっつけるみたいな物語終わりがちだけど、まあこの刀剣乱舞に関してはね、もともとね日本の歴史っていうこの土台があるのでね、まあそこら辺の悲劇とかを描けるところがねちょっと強みですよね。変にねこう美少年キャラというかね、女性向けのこの美少年キャラだとね、結構このえぐい終わり方みたいなね、そういった不幸味な終わり方はね描けないんだけど、まあそこら辺はねこのまあ不幸な終わり方はその歴史上の武将たちがやってくれて、まあ刀剣男子たちはそれなりの活躍をして終わるというね、まあいい形になるんじゃないですかね。まあそんなわけでね、まあ本能寺ね、まあ本来なら本能寺がメインじゃないかなみたいな感じだけど、まあそれは前にあったらしいですね、前にあったので、なのでまあそっちを見ればなんかね本能寺とその信長のねそのまあ話が見られるんじゃないかなって感じしますね。まあ本能寺がねそのテーマであるなら、まあ多分ねこちらではこちらのまた刀剣男子がいたのかなって感じですね。今回の、ね、刀剣乱舞においてはその秀吉のその備中高松城の水攻めですね、そちらが舞台になる話になっていきますね。というわけで、ね、本日はね刀剣乱舞めぐる道伝近しはべらう者らを見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。